ダイソン玉とは、恒星を卵の殻のように折ってしまう仮説上の人工構造物。恒星の発生するエネルギーすべての利用を可能とする宇宙コロニーの究極の姿といえる。名前は、高度に発展した宇宙空間の文明により実現していた可能性のあるものとしてアメリカの宇宙物理学者フリーマンダイソンが提唱したことに由来する。ただし、 ダイソンが考案していた元のアイデアでは、構成すべてを覆ってしまうものではなかった。日本語への定約はなく、ダイソン玉の他にも、ダイソン玉角やダイソン角、ダイソン間天体といった訳語がある。テレビドラマ、新スタートレックでは、ダイソンの天球と訳された。1960年にアメリカの物理学者、フリーマン・ダイソンは、高度に発展した宇宙文明では、 恒星の発する熱や光を活用するために恒星のエネルギーを利用した人工生物圏を建造している可能性があると考察した。自然のままでは恒星が全方位に発するエネルギーのほとんどは宇宙空間に消え小さな点のような惑星などが受け止めたほんの一部しか利用されない。だがこの人工生物圏を作ることで桁違いに大量のエネルギーが 利用可能となるというものである。このような構成を利用した人工生物圏の着想はダイソンの発案とされているが、ダイソン自身は自伝、宇宙をかき乱すべきかの中で、かつて読んだオラフステープルドンのスターメーカーに登場する構成の光を捕獲するための網に由来すると述べている。ダイソン玉は現在では、 構成全体を覆う玉角状のものとして世間で認知されているがダイソンが1960年に論文で書いた際はそのようなものは想定していなかった。書出の論文ではアンアーティフィシャルバイオスフィアウィッチコンプリートリーサラウンズイッツペアレントスターと書いているがこれはバイオスフィアでありスフィアではなかった。ダイソン自身は 自身の論文に対する反応への変身として以下のように書いている。このような形状は現在ダイソンスームと呼ばれているものに近い。2000年頃に行われたダイソンへのインタビューでは自身は生物圏と書いたが SF 作家たちはそれを玉柄と捉えたのだと述べている。このような経緯もあり、ダイソンの提唱した構成のエネルギーを活用する人工生物圏は 現在では恒星を丸ごと包み込むダイソン玉として認知されている。ニコライ・カルダシェフは高度に発達した宇宙文明を3つの段階に分けている。21世紀初頭現在の地球文明は第1段階にも達していない。ダイソン玉は第2段階に至るために建設され、第3段階では銀河系内のすべての恒星が 大損玉で覆われることになるであろう。もし、高度な文明が存在しており、高度な技術力を所持していたならば、蓄積されたエネルギーは、エントロピー増大速により熱となり様々な問題を起こすことになる。これを防ぐには、外部へエネルギーを赤外線等の形で放出して、温度を下げる方法が有効と考えられる。ゆえに、不自然な赤外線放射の探査により、 人工生物圏を建造できるような高度な地球外文明を発見することができるだろうとダイソンは主張している。このため宇宙を飛び交う電磁波から人工的な通信等を発見する地球外知的生命体探査計画の一環として天文観測における赤外線放射を調べる分野でのダイソン玉発見が期待されている。日本では 1991年12月15日に、樹学淳と野口邦夫が、宇宙科学研究所の赤外線望遠鏡を用いて、探査を行ったを参照。また、高開天文台である、兵庫県立西張間天文台の鳴沢深也が、後継2メートルの反射望遠鏡内歌を使った、赤外線観測によるダイソン玉探査を構想している。なお、構成系と、 同レベルのスケールを持つ、この巨大構造物は、究極の文明を表すものとして、SF 等にも登場し、よく知られたアイデアとなっている。ラリーニーブンの、リングワールドも、このダイソン玉の一部を、円環状に切り出したものである。ダイソンリング。独立した、人工天体群が、光転軌道上に配置され、構成の周りを回る。 複数のダイソンリングが集まったダイソンスーム、ダイソンバブル。人工天体群を軌道上に配さないものダイソンが発表した論文では、人工の生命圏で、格上に星をすべて包むと記述されており、具体的な構造については述べられていなかった。後にダイソンは、それぞれが独立した軌道を持つ、人工天体の群れを想定していたとコメントしたが、 ダイソン玉の言葉のイメージからそれぞれを結合し一体の空となったダイソン玉が多数考案されている。ダイソン玉は天文単位規模の巨大な構造物であるが、建築の初期段階は人工天体の打ち上げと対して変わらない。ただ、惑星の光転軌道に人工物を並べていき、それらをつなげて構成を取り巻く輪を作るところから始まる。しかし、 構成がいくつかの惑星を従えていた場合、輪をつなぎ合わせ、広い幅を持った帯にする段階で、これら惑星の重力を受けて輪に歪みを生じるという問題が生じる。細い輪であれば、その歪みも大した問題にならないし、質量がまだ小さいので、修復も比較的容易である。しかし、帯になる頃には、最終的には、 球面状になるよう緩やかに湾曲していなければならないのに歪みによって帯の赤道面や上下の円が引っ張られたり押しつぶされたりして形が崩れてしまうという事態に直面する。これを解消するには二つの方法が想定される。一つは原因となる惑星そのものを玉柄の建材に使用するなどして除去すること。もう一つは 固定された一枚の平面ではなしに、重なり合う複数の板状物体の集まりによって、帯を構成するなどの工学的な問題として、解決することである。前者では、どんどんと帯の幅を広げていき、最後に残った、玉柄の、北極、南極に蓋をしてしまえば、完成となり、後者では、完全に閉じてしまわずに、オウムガイの殻で作ったランプシェードのような形のものや、 帯を何重にも連結したものになると考えられる。サーチフォーアーティフィシャルステラーソーシズオブインフラレッドラディエーションフリーマンジェーダイソン1サイエンス2020年1月19日閲覧ダイソン玉の起源そして誤解されたイメージ百光年ダイアリー2020年1月19日閲覧ホワットイズエーダイソンスフィア アーススキー、Key, 2020年1月19日閲覧。フリーマン・ジェダイソン、ライフ、レリジョン、トレード、マスマティクス。YouTube、2020年1月19日閲覧。フリーマン・ジェダイソン、サーチフォーアーティフィシャルステラーソーシズオブアンフラ、レッドラディエーション。サイエンス131、1667、1668、ドイ、10.1126、サイエンス。 131.3414-1667十七鳴沢深夜2003十14回にしはりま天文台シンポジウム2メートル望遠鏡を使う収録 P65 ありがとうございます